LTV の最大化ってテーマで話をしていきたいと思うんですけども、まあ LTV っていうのは簡単に言うと、まあライフタイムバリューっていう、まあ英語の略ですということですね。まあどっかのマーケッターがかっこつけて LTV って言ってるだけです。まあ簡単に言うとですね、このライフタイムバリューっていうのは、まあ一人一人のそのお客様が生涯をかけてですね、まあどれぐらいの、うちの自分の会社のね、商品を買ってくださったりとか、まあそういったね、その指標ですね。で、まあ皆さんにちょっと聞いてみたいと思うんですけど、あなたにとっての理想のお客さんってのはどういう人ですかと。まあ事業者としてのね、これラーメン屋さんもそうですよ。美容室もそうです。エステサロンを経営している人もみんなそう。やっぱり理想のお客さんってどういう人かっていうと、簡単に言うと、お金いっぱい使ってる人なんですね。お金をいっぱい落としてくれる人。だから、美容室とかも1回来ただけでもう2回目来ないってお客さんよりは、毎月毎月うちでトリートメントしてくれたりとか、髪切りに来てくれるお客さんがいいわけですよ。で、ゆくゆくは生涯かけて、うちの会社の商品とか自分の商品をずーっと愛用してくれるお客さんの方がいいわけですよね。そう。だから、まあ今とかだとね、例えば化粧品とかで言うと資生堂さんとかね、すごい売り上げ上げてますよね。まあもともと50年ぐらいの創業の会社になりますけど、資生堂ってね、今年商とかで確か 1. 点何兆とかあるんですよ。もう1兆円以上の、ね、企業になってますけども、なんであれだけ売り上げ出るのかっていうと、それだけ多くの日本人の人とか、まあ海外の人もいると思うんですけど、それだけ多くの人がずーっとリピートしてくれたわけですよ。その資生堂のね、化粧品、化粧水であったりとか、ハンドクリームであったりとか、やっぱそういう風なして、1回買ってくれただけで終わりじゃなくて、ずーっと何回もやっぱり買ってくれたりとか、うちの会社の商品の A っていう商品を買った後に次 B っていう商品をやっぱ買っていただける。やっぱそういうお客様を皆さんは、これから教育ビジネスとか、いろんなビジネスでやっぱ作っていくわけですよね。まあそういう仕組みを作っていかなきゃいけない。で、そのためにですね、お客さんに一回自分の講座、例えばコーチコンサル系とかだと、はい、講座やりますって言って、売れました、はい、卒業しました、終わりって、これすごいもったいないよって話なんですよね。だから、できるのであれば、そのお客さんの悩みを解決してあげられる商品をやっぱ複数用意してあげた方が、もちろん LTV っていうのは伸びるわけですよね。はい。ってところで大事になってくるのがですね、まあ、お客様をまずね、把握する5段階ステージっていうのがあるんですよ。で、まあ、簡単に言うとですね、これは、お客さん、見込み客ですね、は、5段階に分かれるよって話があって、まあ、一番下の層っていうのが、まあ、無関心客って言って、まあ、全く興味ないですと。で、この辺のお客さん、まあ、レベル2のお客さんは、商品欲しいけど、ちょっと買おうか迷ってるっていう段階。この辺が、まあ、結構見込みのお客様ですよね。で、まあ、これはちょっと広告出した場合ってのは、これちょっと無視しといてほしいんですよね。で、この1%、2%無視しといてほしいんですけど、まあ、大体その見込み客のお客さん、まあ、大体2対6対2、2割のお客さんは、この無関心のお客さんです。で、6割ぐらいは、買おうかどうか迷ってるお客さん。で、残りの2割のお客さんは、もう今すぐに商品買えますっていうふうに大体分かれるわけなんだけども、で、その見込みのお客さんの中から、まあ、商品を買ってくれましたってなったら、その購入者になるわけですよ。で、これが1回目の購入者です。で、例えば自分がコンサルティングとかコーチングとか講座とか、ね、店舗でやってる人だったら1回施術受けに来てくれたお客さんとか、それが1回目の購入なわけですよね。で、そのうちの大体10%から30%ぐらいが、まあ、リピーターになってくれるイメージですね。で、リピーターっていうのはどういうことかっていう、例えば単発の講座、3ヶ月間の講座が終わったら、その後の商品ももう一回買ってくれたりとか、っていう風な仕組みを作っていくのは、ゆくゆくはね、すごい重要になってきて、で、最終的に一番ね、上のレベル5に来るお客さんが、もうファンであり、リピーターであり、さらに口コミをしてお客さんをどんどん紹介してくれるみたいな。このフェーズのお客さんっていうのが、もう本当に全体のですね、もう1割いないぐらいなんですけども、でもね、これ実際中小企業とかもそうだし、多くの会社はですね、この1%のお客さん、この人をね、ハイパーレスポンシブルって言います。ハイパーレスポンシブル。もうすごいハイパーに反応してくれるお客さんですね。で、このハイパーレスポンシブルの層の、いわゆるもう、VIP 顧客ですよね。もう VIP クライアントのお客様が、もうその会社のね、すごい場合だと7割ぐらいの売り上げを作ってたりするわけですよね。まあ僕の知り合いのケースさんとかで、まあ結構口座ビジネスで年商7億ぐらいやってる方いるんですけど、そこのお客さんとかは、だいたい、2割ぐらいのね、ハイパーレスポンシブルのお客さんが常にいて、で、そのお客さんがもう全体の年商7億のうちのもう4億ぐらいの売り上げを作ってるみたいなね。話があるわけです。まあ、そこの場合はね、結構マスターマインドって言って、まあ、7ヶ月間で結構500万ぐらいするパッケージの商品とかをね、を毎月そのハイパレスで本当に40人とかね。でもそれでも結構行くわけですよね、とか。まあ、皆さんもこういったゆくゆくはですけど、ハイパーレスポンシブのお客さんっていうのを作っていくのがすごい重要で、まあ、ここで僕今日伝えたかったのは、商品は1回売って終わりはすごいもったいないよってことを伝えたかったんですね。はい。で、ですね。
結論ですけども、お客さんにじゃあどういうふうにして、その LTV を伸ばしていけばいいのかっていうと、簡単に言うと商品ラインナップを増やすですね。で、これも闇雲に増やせばいいってわけではなくて、例えば英会話の例を話しますけども、例えば英語を学習したいなとか受験生の子って、もう最初英単語と文法を習いたいわけですよ。ってなった時に、僕が昔通ってたね、東進衛生予備校っていう予備校があるんですよ。で、あそこはね、めちゃめちゃ商売がうまいんですよね。で、どういうことかっていうと、まあ最初、英単語と文法だけの講座があるんですよ。まあ東進って結構高いんですよね。1個の講座取るのに2ヶ月分で結構10万とかしたりするんですけども、を取りますと。で、やると英単語と文法をまず学ぶ講座があります。で、それをクリアした後で次英会話の実演練習演っていう講座があるんですね。で、それもクリアするとちょっと長文読解とか、あとビジネス用英会話習得とかね。まあそういった形で、1個クリアしたら次っていう風にお客さんいっぺんに理解できないので、ちょっとずつそのステップを作ってあげたりするっていうのも、方法としてはありですよね。LTV を伸ばす方法。はい。イメージとしては、まあ、コンサル事業の場合とかですと、まあ、基礎を教える実演編で、まあ、例えば商品設計のやり方、まあ、うちの学科はね、切り売りしないんで全部教えてますけども、まあ、最初ね、基礎、実演、商品設計のパッケージ、で、次に、ちょっと集客系のね、商品で、最後にセールスの商品を持ってくるとか、はい。っていう形で、まあ、最後はちょっとマスターマインドとかね、まあ、うちも昔ありましたけども、結構その少数精鋭でね、まあ、代表の僕と山崎でコンサルするっていうのもプランがありましたけども、まあ、そういう風な形でうちは結構 LTV を伸ばしたりとか、まあ、してたりしましたね。はい。で、基本的にですね、大事になってくるのが、まあ、お客さんのフェーズ、まあ、ここで大事なのはお客さんのアンケートを取っていくってことですよね。まあ、今、LINE アットにいる読者しかり、既存のお客さんに対しても、なんでうちの講座入ってくれたんですかとか、逆に商品買わなかったお客さんであったとしても、なぜ商品を買わなかったのか、それやっぱアンケートデータを貯めていくことで、お客さんがこういう商品実は望んでるんだろうなっていうのがやっぱ見えてきたりするわけですよ。だから、まあ、皆さんがですね、やっぱ商品ラインナップ数っていうのは売り上げ底上げする上で重要なんだけども、今すぐできる方法としては、これはうちも取り入れてるやり方なんだけど、まあ、講座型のビジネスをやるんだったら、講座を例えば1回売りました、で講座終わりました、でそこから先の延長を月額課金にしとくとかね、例えば月額4800円とか月額8800円とかっていう形のサブスクで取っていくと、まあ、うちの場合とかだと大体6、7割ぐらいはもう継続していただけてるんですよね。本講座終わった後も継続していつでも聞けますよとかっていう形のサブスクに移行していくとかいう形で、逆にですね、最初にサブスクを持ってくると、逆にちょっとね、ハードル、うまくいかない場合があるので、講座型はね、最初にもバックエンド販売して、で、その後で延長を継続にしていくっていう形が、まあ、結構 LTV を伸ばす上ではいいんじゃないかと思いますんで、まあ、皆さんもね、これゆくゆく、まあ、商品売れた後に考えればいいんですけど、まあ、ちょっとね、参考にしてみていただきたいなと思います。で、あとですね、先ほども言いましたけども、商品を一回売った終わりじゃないっていうのは、根拠としてあるのが、1対5の法則っていうのがあるんですよ。1、5の法則ね。で、これはどういう法則かっていうとですね、新規のお客さんを獲得するための広告宣伝費とか労力とかそういった丸々のコストと比べて、既存の1回商品買ってくれたお客さんに営業して、もう1回リピートになってまた別の商品買ってもらうっていうコストを比較したときに、新規のお客さん集めるコストが5だとしたら、リピート客を獲得するコストって1なんですよ。だからそれぐらい新規のお客さんをやっぱ集めるってめちゃめちゃ労力かかるわけですよね。まあもちろんインスタから LINE アットにリスト集めて、LINE で教育をしていって、最後販売してセールスしていくっていう、この流れってまあ大変じゃないですか、ぶっちゃけね。だけどそれを一旦くぐり抜けて一回購入してくれたお客さんに別の商品買ってもらうっていうのはもう5分の1の労力で済むよっていう、まあ、これ結構マーケティング業界では有名な話なんですけど、このイチゴの法則ね。だからこそ、できるだけ、よくあるのライザップとかそうですよね。一回痩せたいなと思って、じゃあライザップで50万払ってダイエット受けました。痩せました。じゃあ今度はちょっとね、筋肉つけたいな。じゃあ筋トレコースどうぞ。で、その後に、ちょっと仕事できるようになりたいから、じゃあ、ライザップイングリッシュどうぞみたいなね。っていうとかもそうですけども、実際こういう視点で世の中を見合わせてみるとですね、あ、ここの講座型のビジネスのとか、こういう風なね、LTV の伸ばし方してるんだとか、いろんなね、発見があると思いますんで、ぜひこれもね、ちょっと頭の片隅に入れながらですね、これからの授業ちょっとね、聞いていただきたら嬉しいなという風に思います。